はい、おはようございます。おはようございます。ですね、昨日の事務所でトイレ行くときに面白い昆虫がいたんで、はい、ちょっと押さえておきました。押さえておいたんですね、はい、はい、これですね、映りますか。蜂ですかね。はい、これセグロアシナガバチといって、背中のこの大きさで、背中のところのこの後ろの方が黒いんでセグロアシナガバチだと思います。ちょっと背中が分かりづらいけど、うん、でこれはですね、はい、非常に掴んだりすると毒針で刺すことがあるということで。そうですね、蜂ですもん、うん、危ないは危ないんですけど、今回のこのセグロアシナガバチ、開けちゃった。これに関しては刺すことはありません。なぜですか。これですね、オスバチです。おー、なるほど。このセグロアシナガバチとかスズメバチとかミツバチとかって刺すのはですね、はい、メスなんですね。へー、産卵管が進化した毒針だからさ。なるほど、確かに。なのでこれは刺すことができない。オスに関しては刺す期間がないと。なるほど。じゃあ刺されないってことですね。そうですね、この時期にだいたいセグロアシナガバチのオスは、はい、野外で見ることができます。ただ噛みますね。か、あ、そっか、顎がほらあるので噛むは噛むけど、あー、もうすごい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 、顎でほら一応刺すふりはします。本当だ、一応刺すふりして。顎の力はすごいんですか。いや、わかんない、あんまり噛まれても噛まれたことがないので。うーん、でも痛そう。でも噛むことはあると思います。はい、でほら顔がですね白いんですよね、割とこの種類はね。へー、あ、オスが、うん、この種類はね、うん、他の種類はよう分かりませんよ、うん、で触覚もちょっと長い気がするな、うん、他にもいろいろ特徴があるんですけど、うん、羽早い、まあ、飛ぶためにはこれくらい羽ばたかない、うん、あ、電池がなくなるということでですね、はい、これただですね、皆さん見分け方とか、はい、よう分からんと思うので、はい、絶対真似しないでください。はい、蜂の中にはやはり刺す種類もいくつかおります、はい、いくつかって結構いますね。なのでオスかメスかは分からないので、こういう蜂は近づかないっていうのが一番ですね。はい、ということで、まあ、今回オス蜂がいたので紹介させてもらいましたが、真似はしないことですね。はい、以上です。はい。